井森選手、小田選手、お誕生日です。おめでとうございます。昨日が42歳の誕生日、リーグ最年長の和田毅。2005年から自身の成績などに応じてワクチンの寄付を行っている支援活動に対して感謝状が贈られました。さあ、開幕投手も気になる中、昨日の紅白戦、まずはリチャード。バックスクリーンへ紅白戦2本目のソロホームラン。会心の一振りでアピールすると、さらに上回る活躍を見せたのがキャプテンの柳田。まずは第1打席、豪快に右中間スタンドへ飛び込むスリーラン。スタンドからもどよめきが起こります。さらに第2打席、対するは開幕投手候補の石川。浮いた変化球を完璧に捉え2打席連発。ファンの度肝を抜く一発で状態の良さを見せました。監督ミロンティーで、はい、葉っぱかけられたんで、そのおかげって書いておってください、ね。はい、まだまだ続きますけど、継続して頑張っていきます。石川は柳田に一発を浴びたものの、腕を振ってストライクゾーンに投げられたのが良かったと、その後は3人で締め、対外試合に向け調整を続けていきます。自分の持っている今のストレートの感じだったりカーブの感じっていうのは見せれたと思うので、あとはもう頑張る準備は全然できているので、あとはそれだけですね。石川とともに開幕投手候補の東浜も実戦初登板。ボールに力が出てきていると手応えを感じる中、結果よりも内容があったとまずまずの仕上がりを見せています。その都度その都度で課題が出てくると思うので、そこをしっかり潰していって万全な状態で開幕迎えたいなと思います。そして紅白戦後、藤本監督ついに開幕投手を発表しました。大関君でいきます。まあ、ロッテ戦に大関で一番、ね、相性がいいというところもあるんで、まあ、まずは開幕、ね、なんとか143分の1ですけど、まあ、大関に託そうかなと。育成出身での開幕投手は千賀、石川に続き球団で3人目の快挙。初の大役を任された大関投手は、今からでも緊張してくるぐらい、はい、緊張してきました。開幕に向けて準備してきたので大きく変わることはないですが、まあ、気持ち的により引き締まるところが絶対あると思うので、はい、そこをしっかりやっておこうと思います。